この番組はその月にあった陸上の情報を武田の独断と偏見で皆様にお伝えする情報番組になります。チャンネルを間違えたと思った方、チャンネルはそのままで。まずは素晴らしい競技結果からになります。米原涼希選手が5年ぶりに 100m の自己ベストを更新しました。東洋大学の1校舎の後輩で現在アスリート工房に所属している米原涼希選手が九州実業団で 100m を10秒35で走り、沖縄県新記録を樹立し、念願の日本選手権出場の切符を手にしました。このことに対し本人は、10秒2台は見える、日本選手権では決勝進出を目指して頑張りたいと発言しております。あんな生意気だった、同様の後輩の米原涼希選手が5年ぶりに10秒35で走りました。本当に素晴らしいです。自己ベストはもちろんすごいんですけれども、自分の可能性を信じ続けてここまで粘ってちゃんと結果を出した彼に心からリスペクトを送りたいと思います。皆さんもぜひアスリート工房および米原涼希選手の応援をよろしくお願いいたします。頑張れ。失礼しました。チャンネル内のニュースになります。ヨシキが志村美希ちゃんにフォローされました。 TKD プロジェクトのヨシキが陸上界の美女で有名な志村美希ちゃんにフォローされました。何度もコラボの経験があるものの、なかなか SNS のフォローはしてくれないと嘆いていたヨシキですが、今回とうとう TikTok にてフォローされ、このことに対し、嬉しいけど未だにインスタのフォローは来ません、まだ嫌われている可能性がありますと、相変わらずどうでもいい情報を提供してくださいました。武田的ニュースが月2本投稿に決定いたしました。前回の動画で武田的ニュースの需要を視聴者の皆様に聞いたところ、動画の評価数も1000件を超え、コメント欄もこの企画大好き、好きすぎて毎日見たい、見たすぎて震えるなどと武田自身引くほどの評価をしていただき、この企画を月2本で続行することに決定いたしました。このことに対し僕は、やっぱり視聴者しか勝たん、硬すぎてピエン、ピエン超えてパオンなどと言っており、次回以降の投稿がすでに不安で胸がいっぱいになっております。続いては TKT のクッキングコーナーの時間になります。さあ本日もやってまいりました、武田の料理番組のコーナーになります。この料理番組は武田がただ料理をするだけのコーナーになってます。本日用意した料理はこちら、ホイコーロー by クックドゥということで、準備の方に参りたいと思います。キャベツ、長ネギ、ピーマン、豚バラ肉、ホイコーローの素。最近のね、料理システムっていうのがこうなってます。後ろにね、全部書いてあるんですよね。助かるな。ピーマン中1個って書いてあるんですけど、小っぽいんで2個やっていきたいと思います。ピーマン兄弟のホイコーロー。ピーマンの切り方ってどうなってる？あー、こんなもんでいいのかな、わかんねえ、なんか少なく感じない？これ全部使ってんじゃねえの、なんかもったいない感じるんだけど、俺だけかな。イエイイエイイエイ。今日のポイントはざく切りでございます。使いたいんだけど、まあいっか、ミスったらミスった時でまた頑張ればいいのよ。失敗して人は成長すんだよ。ああ間違いねえわ。今日はキャベツを全部使ってくんだからね。それはダメだよ。長ネギね、長ネギ。長ネギってどこ使うんだ。水面切り。見づらいね、みんな感じで。まあいいか、どうせ見てねえでしょ。わかんないけど、このぐらいでいいか、許して。次は炒めてくよ。料理人っぽい。頭が悪そう。どんぐらい炒めるの。ドゥルルッドゥルーン、菜箸。だいぶ縮まってきましたね。バラ肉召喚、ほいほいほい。一応こんな感じ。ククルー、ホイコーローの素を入れます。さあこれ絡ませていきます。そんなことないもん、その笑顔以外欲しくない。やばい、すごいいい匂いしてきた。ホイコーローのいい匂いがしてきた。なりよ、ホイコーローっぽいでしょ。先ほど炒めたこちらの野菜くんたちを投入。いる。完成。盛り付けしてくよ。いただきます。食べれるか食べれないか。ピーマンが炒めきれてないと思う。
ダメかこれ。うまっ、食える。また次回お楽しみに。美味しそうですね。それではまた次回のニュースでお会いしましょう。さようなら。